します。青山学院大学落語研究会3年助教亭玉切丸でございます。今日はね、僕の方のお部屋の方からご一席お付き合い、していただきたいなと思うんですが。何？せがれが帰ってきた。ああ、そうか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 。むしろこっちに通してくれ。ああ。いや、どう言ってたんだ、あいつはこんな忙しい時に。え？教会堂？くだらないね。ああ、まだ、ちょっとそれからと話があるから。ああ。水の方はね、任せますからね。うん。ああ、いいですよ、行って。おお、ちょっと待った待った待った。手拭い落としていきやがったよ。え？そそっかしいね、定吉のやつは。だけどね。もうちょいどうにかならないかな。伊三郎、そこにいるんだろ。こっち入ったらどうだ。伊三郎、伊三郎そこにいんならこっち入れって言ってんだよ。イエス。なんだそのふぬけた返事は。え、なんでスッと入ってこない。お父様、私のこと伊三郎とお呼びになりましたね。のんのんのんでございます、お父さん。私の名前は、イザンベーオでございます。そうそう、鼻を通す感じに、そう、イザンベーオ。いいんだよ、なことは。え、くだらないね。今日も教会と言ってた、そうじゃないか、お前。何がありがたいんだ、そんなに。いいですか、お父様。我々の信じるところの主義。キリストはですね、夫を持たぬ清き少女マリアのもと馬小屋で産声を発せられたのでありますよ、お父様。なんだよそれお前。馬宿の王子、お前聖徳太子と同じじゃないか、それじゃ。え、くだらないのと一緒にしてんじゃないよ。え、なんだその動きは急に。オーマイガッチ、オーマイグッドであります、マイファーザー。いいですか、マイファーザー。昔ユダヤの地で大きな、それは大変な飢饉があり、多くの人々が苦しみました。そんな時に我々の信じるところの主イエス・キリストは天に向かって助けを求められたのであります。そうするとどうでしょう。天からはパンが下り、肉が下り、スープが。なんだお前、天が腹で壊したのか。なんだ今度は。え、ジーザスクライスト、ジーザスクライストであります、マイファーザー。いいですか、マイファーザー。その行為自体が時の帝の怒りに触れてしまったのでござる。お前のさっきから行為かな、俺の怒りに触れてんだよ。いいんです、マイファーザー。私たちの教えにこういうものがあります。何時右の方をぶたれたら、左の方も差し出せば。どうぞぶってください、お父さん。ぶって、ぶってやる、このやろ。痛い。普通これ言ったらぶたないんですよ。これ言ってぶたれたの多分僕が最初ですよ。ひどいな。わかりました、マイファーザー、ゴッドファーザー。ハンムラビ法典にこのような言葉があります。目には目を、歯には歯を、今日という今日は許しません。お前、親をぶち上がったな、この野郎。っていうんで、もう喧嘩が始まっちゃう。こんな時にですね、間が悪いというのがありましてですね、先ほど手拭い落としていた佐々木がですね、あ、いきなり手拭い落としていた、戻ってきちゃうんですね。この野郎、お前、痛い。お父様、佐々木ぶってますよ。佐々木が頭を抱えて痛かったんですよ。何？佐々木が頭を抱えて。佐々木、お前もか。